最近ここだけしか取られてないとか、この辺の取り残しが多いとか、そういった相談多いですよね。ここが取られてないと、ここだけ太くて、これだけ細くなる、アイコンとか、人参みたいになってしまうんですよね。本日は二の腕と顔の修正手術についてご紹介できればと思います。今回のお客様は過去に顔と二の腕のシミをされたんですけども、まだ気になるところがあるということで、今回ご相談されたんですね。結構修正手術をご希望されている方とても多いと思いますので、どのようなことを意識しながらシミをきれいにしてるのとか、修正手術の難しさとか、修正手術のポイントとか、そういったことも踏まえてご紹介できればと思いますので、ぜひ最後までご指導ください。今回まず二の腕なんですけど、二の腕は何年ぐらい前ですかね。2年前。2年前。どの辺が今気になっちゃったんですか。ここら辺。ここにずっとここがへこんでるの分かりますか。ここはまだちょっとお肉があって、ここはポコってへこんでる。ここなら結構つかめるのに、ここだけちょっとなくなっちゃってるって感じですね。あとは二の腕ってこういうふうにまっすぐスラッてしてるのがほっそりいますよね。はい。なんですけども、やっぱりここが取られてないと、ここだけ太くて、これが細くなる。こういうふうになんかアイコンとか人参みたいな、こういうふうになってしまうんですよね。例えば、こういうふうに掴むと、ここってあんまり掴めないっていうか、変わらないんですけど、こっち結構掴めるの分かりますかね。こっちの方がつまめちゃうんですよ。ということは、二の腕の表側があんまり取られてないケースなんですね。あとは、皆さんですね、手を閉じた時に、正面から見た時のこの張り出し、ここをなくせると、ちょっと首型に近づけたりとか、ボリュームなくせるじゃないですか。ここがやっぱ取るのすごい難しいんですよ、肩のところ。あとは、僕の場合だとやっぱり肩周りとしてバランスを意識しながら深呼吸をしてますので、ここ繋がってますの分かりますね、こうやってもっくりしてる。ここも取った状態で、ここの深くせると、ここがペタってくっつきますよね。背中周りですね。肩甲骨とか。そうすると、二の腕一周回りとしてすごくスッキリしなかなと思います。こうやってやっぱ取るのすごい難しくて、こっから脂肪吸引しているとどうしてもこっちって届かないんですよ。なので、こっちも結構つかめる方とか、こっちのボリュームがある方っていうのは、手前側からもアプローチした手術をしないと、二の腕全周をしっかりきれいに取ることができないので、そういったところがその脂肪吸引で美しく仕上げるポイントからかなと思います。で、修正手術って結構難しくて、取り残しの修正手術っていうのは取ればいいので大丈夫なんですけど、取られすぎてしまったところっていうのは脂肪を入れるしかないんですね。なので、した時に、ここってなってるところっていうのは、ここに脂肪を入れていくしかないんですよ。なんですけど、脂肪を入れたからって言って 100% 定着するわけではなくて、1回満足する方もいるんですけども、やっぱり2回ぐらい入れないと満足しない方もいらっしゃいますので、そこがやっぱ一番難しいところなのかなと思うので、取られすぎっていうのは良くないっていうか、カリカリにしたいって皆さん思うんですけども、カリカリにしすぎても良くないんですよね。適度なカリカリっていうのが大事だと思うので、そういうのを意識しながら僕は脂肪を気にしてます。まあ、この後ろから見たとしても、ここですよね。こういうふうにここってなってますよね。なので、こういったところですね、取るといいと思います。僕の場合は、その二の腕脂肪吸引する場合、必ずうつ伏せで行ってるんですよね。うつ伏せで行うので、こうやって二の腕とか、この肩周りとか、この背中までしっかり取ることができるんですけど、クリニックになったら、うつ伏せで行ってないクリニックもあるんですよね。仰向けに寝た状態で、こう手を上げた状態でこういうふうに吸ってるクリニックもあるんですけども、そうすると、ここは吸えるんですけども、この肩のところとか背中ってどうしても吸えないんですよね。で、そういったお客さんの修正が最近多いですので、自分が二の腕手術をするんだったら、どういった体制で手術をするかっていうのを事前に先生に聞いてもいいのかなと思いますので、僕自身は二の腕の脂肪吸引をきれいに仕上げるためには、肩も含めてボディデザインとしてやってますので、うつ伏せじゃないとあんまりきれいに仕上がらないのかなっていうのは僕の意見なんですけども、どういうところまで求めるかで決めたらいいんですけども、今最近ここだけしか取られてないとか、この辺しか取られてないとか、この辺の取り残しが多いとか、そういった相談多いですので、そうするとやっぱりもう一回ダウンタイムも取らないといけないとか、また修正費用もかかるとか、そういったことで悩んじゃう方も多いと思いますので、今回のこういった修正の証明ですけども、ちょっと参考にしてみてください。あとですね、今回顔のもう一回取り残しがあるってことで修正のご相談になったんですけど、顔は前やったのはこの辺でしたっけ。結構その顎下とかされてる先生多いんですけど、ここは顎下なんですよね。ただ、こういうところもまだまだ取れるんですよ。輪郭をきれいに出すための首のところですね。こういったところをきれいに取るところのラインっていうのはすごい出る。こういうところですね。ここは取りすぎになってないんですけども、もうちょっと取らなかったりすると、やっぱり取られてないなって感じた方なので、適度な量を取るってことが大事なので、今回はこの頬とか、この中央カップですね、あとこの顎下、もう一回しっかり取って、このきれいにこの輪郭を作っていければと思います。あとはメーラーパッドはまだやんなかったんですよ。ミネラルファクトに関して本当に賛否両論あるので、自分がこの無料のが残しておきたいっていうのだったらやらなくていいと思うんですけども、例えば種目にとかしてみて結果的にここが気になっちゃうとかふうに思ってるんだったら、僕はやってもいいと思うんですね。今回は、このミネラルファクトですね、このほうれい線の上のお肉とか、この頬骨のところですね、そういったところも含めて、しっかりときれいにして、全体的にその状態で糸で上げれば、この静止面っていうのは、輪郭きれいに切れるのかなと思いますので、参考にしてみてください。クリニックによっては、その顎下ですね、ちょっとだけ吸って、取って糸で上げるっていうクリニックがあって、そうすると、例えば正面から見た時にはすごく映えたような感じなんですよね。あえて取らないと正面から見た時には映えるんですよね。ですけども、やっぱりいろんな角度から見た時の満足度とか、お客さん自身の、なんかすごいスッキリしたなっていう感覚がなくなっちゃうので、そういったものも実は、文化の裏なのかなって思うので、ちょっと参考にしてみてください。下はですね、デザインしていきますね。ここの系なんですよね。硬いところは筋肉なので、ここは取れないんですけど、足のところは、筋がゆっくりくなりますから、ここの毛なんですよね。はい、この辺とか結構気になる方が多くて、頬骨のこの骨と皮下の厚みは変えないんですよ。ただ、脂肪のところは取れますので、そこは運用できるのかなって思います。相対的にね、スッキリってきましたね。こういう風にしたときに、ここはつまめないですよね。これつまめるんですよ。この差結構すごいと思うんですけども、結構トリムラーがある照明なのかなと思いますね。やっぱりいつ伏せじゃなくて仰向けだと、こういう感じで締めてると結構ムラが出ちゃうのかなと思うので、僕自身は難しいのかなと思いますね。綺麗にしたいな。でもしっかり切りますからね。右の方は気になるんですよね。はい、右の方がまだ取れるのかなと思うので、こういった左右差っていうのも合わせていければと思います。やっぱり左右差はどうしてもなくせないと思うんですよ。それは骨格の左右差とか、筋肉の左右差、これはなくせないんですけど、このつまんだ感じの左右差っていうのは、適応能力ができるのかなと思いますので、それは使用級で気をつけながらやっていってますね。この辺の切り替えも同じよく使ってきますね。前側からやっていきますね。こんな感じでですね、今回は修正手術のポイントとか、修正手術の難しさとか、どうやったことを意識しながら修正手術やってるとか、そういったことまで含めてお伝えできたと思いますので、脂肪吸引考えてる方とか、修正手術しようかなって悩んでる方は、今回の内容っていうのをぜひ参考にしてみてください。今回の動画が少しでも参考になったなと思う方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。もし何か質問や疑問がありましたら、コメントしていただけますととても嬉しいです。それではまた。